写真か。皆さんこんにちは、森有と。え、誰も言わないじゃん。こういこう、こういこう。すごいんだよ。だからこの動画もしかしたら2分間する可能性もあるよね。しないよ。皆さんこんにちは、森有と。川目きと。翔平と。デカギンです。一番悪い。今手が出た。手が見えた。分やって。分ハロー YouTube どうもデカギンです。いや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 パパパパいや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 。流行りバージョン初めて見た。今日デカギンにもプレゼント用意してるんです。ありがとうございます。はい。クリスマスプレゼント。あ、開けちゃった。え？そうです。はい。はい。じゃいただきます。どうぞ。すぐに開けてください。はい。巻きで。巻きで開けてください。巻きで。はい。パンパンパン。ああもうこれでも次回に持ち越しになるわ。でーん。何それ。痩せてほしい。こんにゃくチップで。え？やばくないこれ。こんにゃくチップ。こんにゃくチップがたくさん入ってる。いや何これ。ダイエットしてほしくて。こんにゃくチョコレート味とかあるよ。こんにゃくチップ。おしゃぶり昆布的な感じ。なんかねちょっと違うんだよね。私こうは食べたことあるんだけどいろんな味があって。確かに。なんかやばい。ブラックペッパー&チキン味。そうやばいの。アップルシナモンだよこれなんて。全種類買ってきた。醤油味。スイーツ系もあれば、しょっぱい系もあるんだ。そう。ほぼしょっぱいけどねこんなん。あでもこれとこれが。でもそうチョコレートとそう。食べよう。ラブレターも読んでね、後で。ラブレター入ってるんですかね。入ってるよ。粋なことをね。粋なこと書いてないよ。思うことを書いてるだけで。デカキン。ね、なんで読むのね、本当に。本当に泣きそうよ。見てこういうの、私が泣きそうで、本当に泣きそう。今の書いた手紙で泣くんだよ。本当だよ。だってこれデカキンの女優になる。これね、手紙でも泣きマークあるから、これ。手紙でも泣いてんだよ。いや、私ね、電車の中でこれ泣きながら書いたの。泣きながら書いた。そう、ほら、もうで。なんで。文章、そんなにすごい文章じゃないじゃん、別に。何が。泣くからね、もうアリスさん。すごい泣いてる。今も、もう、ガチじゃん。いや、嬉しい。ありがとう。電車の中で、みんなの泣きながら書いたの、私。思いがこもってるんだからね、毎日。いや、込めてるよ、だって、もう。ああ、泣く予定じゃなかったの、泣いた。嬉しい。サプライズだわ。最後は何、感動で締めるの、これ。いや、でも、もういいから、もう動画早めに終わりたいから。もう、早く終わらせて。いや、違う、早く終わらせないと、もう、3つぐらいになっちゃうから、動画配ってきます。チョコレート味。せーの、いただきます。あ、歯悪いな、フェスタ、噛めない。あ、神経ないっすね。神経ないんだ。見たもんね。あ、これ、なるほどね。どう？なんとも言えない、なんかさ。最初の一口幸せだった。うん。あれはね。なんて言えばいいんだろう、これ。なんかチョコ感がどんどん失われてくる。もっと本物が欲しくなる。輪ゴム？確かに本物のそう輪ゴムとかお湯丸とかそういうのを食べてる。太い輪ゴムを噛んでるみたいな。になんかチョコのパウダーをこう振りかけたやつ。でもダイエットにはいいから。じゃあ俺ダイエットしてるなんて言った俺。3キロ落とさなきゃ。まあそう最近太りすぎてるから。120がベストなんでしょ。120がベスト。そう、3キロ痩せないといけないからこれ雑になってきた結果だってもうこっから輪ゴムが続くんでしょ。違う。本当にやだ俺。誰も美味しいとは言ってないからねこれ。いただきます。あ、これはいい。いや輪ゴム感出てきたまた。やっぱり最初の一口だね。幸せな時間は。うわ酸っぱいねこれ。しかも余計になんか輪ゴム感の味すごいね。なんか汗が染み込んだ。あー後から酸っぱいね。そう色が輪ゴムだしね。もうねちゃんと酸味があるからこう噛むってあ食べてる感、森崎さんの動画ではカメラの前だとやっちゃうんですよね。そうですねプロ魂が本当にやっぱプロだな。あ醤油だ醤油だ醤油味。うわ。ね、これさ、醤油味にする意味がわかんない。醤油は逆にいいじゃん。ね、なんかシンプルに。え、食べて。やばい。ピリピリする。ああ、ピリピリ。入れられなかった。どうしよう。あ、でもね、噛んだから。あ、これ辛いやつ？いや、辛くないやつなんだけど。これやばい。これはこっち逆にやばい。これめっちゃ辛い。それ必要。あ、1個につき1分。やばい。そういうこと？ね、醤油飲んでるみたい。うん。なんで醤油にしちゃったんだろうね。みりんでもいいじゃんね。いやーその味のねチョイスがね。いや俺はね、まだソースとか、俺はもうとにかくこんにゃくを食べたくないわ。もうね、気持ち悪いわこれ。2つ目くらいからもうやだ。ちょうちんの嫌だってもう本気のやつだろうなって。割と我慢強いなんですけどね。嫌だ。大先輩だからねここ。いやいやいや僕も全然若い。俺も永遠の25ですから。なんかいろいろカットすると多くなって。最後言っててブラックペッパー&チキン味。誰得なんだろうねこれは。炎のマークついてるから。デカキンが痩せる回だから。そう。ごめんね俺のために付き合ってもらって申し訳ない。もう色がもう薄黒いねこれ。いやこれもうバーナーで焦がしたようなさ。流行りのね。流行りの。じゃこれ2つ。そう。鮮度のこんにゃくチップ。はい。せーの。匂いがの。醤油より辛くないよ。確かに。後から来るよこれ。後からすごい辛い。嘘。辛い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 。まだ来ない。でもこれはビーフジャーキーみたいな感じで俺うまいかもしれない。これビーフジャーキーみたい。確かに。うん。辛いけどビーフジャーキーみたい。来た。そんなね。いやでも今本当に。辛い。これビーフジャーキーみたいうまいわ。けどちょっとこっち辛いって覚悟して食べたから大丈夫かも。さっきの醤油の方が辛かった。覚悟してない。噛めば噛むほど来るねこれ。うん。辛っ。あれは舌が麻痺してる。舌が麻痺してる。演技派だよ。ほら痛い痛い。いやなんも。痛い。どうしたの本当になんで。怖い。どうしたのマジ。いいじゃんそんな和やかに食べる動画でも。ね、ちょっとね、怖い、怖い、顔が真っ赤になってきちゃって。なってないって。辛い。マジ辛い。辛い、これは本当に辛い。いや、みんな伝わんない。なんその平気。やっぱすげえな、みんな。あれさ、ここでな、やっぱさ、アンチに対する体制。通ずるものがなんかあるよね、こういう。確かに耐える忍耐力。あ、そっか耐えてんだな。そうこの絡みはこれナチュラルな対応だからね。この絡みがそうナチュラルアンチだから。汗かいてる。まだいるのしつこいアンチだなそれ。すごいアンチ。いやでもありがとう。これやっぱダイエット食品だけあってね、使って美味しかった。食べられなくはないしすごい美味しいから。私は純粋にいつもこれ食べてるの本当に。あ、そうなの。チョコは食べてんの。なんか本当に痩せるのこれマジで。だってでもこの3つの味を食べたことなかったから出かけに食べてほしかったの。いや嬉しい、ありがとう。で犠牲を2人で巻き添えだわ。そう犠牲。途中でこんにゃくを広げやがって。ね待って。あ、これはさしっかり食べないと視聴者さんに怒られますから。アップルシナモン落としてたよね。ブラックペッパーからの甘いのって結構きついからね。いやもう口直し珍しいよ。だって服にこんにゃくチップついてる。3キロ減るから。うん、ありがとう。減るからこれ。うん、ぜひ。いいよこれはいいから。なんで最後これ。いやだね、いいのからまた泣く。だからいいの。泣いてるんだ。嬉しいな。やめてほど嬉しいな。来年もじゃあ妹でいる。どういうこと？なんか今の YouTuber みんなさ、もう架空の妹作る人が山ほどいてさ、それと同じ扱いになってんじゃないかなと思って。ああ。えでも本当に妹ですかって言われるんですよ。架空じゃないよね。そうか。いや架空なんだよ。架空の妹なんだ。なんで本当の妹にしようとしてるの？こんな健全なね、本当にお兄ちゃんみたいに慕ってくれる人はなかなかいないので。やだね、本当泣くからやめてもうやだ。本当にありがとうクリスマスプレゼントも。俺らいるかな今日。いらないかな。2人でね。締めてもらったから。なんか告白したみたいになってる。違うよ。ただ単にみんなが好きなだけ私は。いやーありがとうありがとう。俺もね泣けちゃう。俺も泣きやすい方だから。なんで大爆笑するの？俺が泣こうとしたら大爆笑して泣かなかったら泣いてってきたから。ということで無理やりとつまみきと翔平とデカキンでした。バイバイバイ。本物 Twitter、Instagram のバイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。ほんまに偽物なの。偽物だしダブルバイってわけわかんないバイやらされたら今。